防御力をなんとかね上げたいんですけど、カカシ行ってもな、どうせクリアできないしな。ちょっと一応鍛冶屋に行ってなんかねちょっとでも強くなれればっていう感じで行ってみましょうかね。もう武器の方はねまあいいんで一旦置いといて、文具強化ですね、うん、ボング、これなんか結局なんかなんだっけ、なんとかの粉とかなかないとダメでした、ダメだったんでしたっけ。もう最上になってる、あ最上になっちゃったんだ、そうだそうか。じゃあもっと強いのをじゃあ作ればいいのかな。じゃあ分作成で、じゃあ作成で防具でこれ何が必要なの、これ朱染めの布、あーそっか朱染めの布、こっちは全部朱染めの布なんだ、あーそっかそっか。まあでも金があるんで一回ちょっとダメ元で別のものを強化 してあわよくば今つけてるやつよりも超えてくんないかなみたいな感じで、このあそうキン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 一時期これ使ってた、これ鍛えていけば超えないかな。格上げしてみようかな、うん、久しぶりだな、すごく。よし。で、これを鍛錬していけばいいんだ。灰色の金属粉ね。うん。久しぶりだから見えるかな、これ。あ、金。あ、大丈夫だ。うん。ビーズだろ。よしよしよし。うん。13だった。うん。で、鍛錬で、あこれでじゃあ格上げして、よしでこれで鍛錬で、あれ褐色の金属粉とかテニスになっちゃったよ今度。褐色、何褐色ってこんな、また何これ売ってないやつ、売ってなかったと思う、そんなの確かないよ、褐色なんか。えって一体どういうどこで手に入れるんだろう、こういう他のレアなやつってねえ、どこで。とりあえず今最高までできるところまでやったけど、鉢巻きより強くなってないかなこれ。ダメだ、13じゃダメだな、やっぱり鉢巻きの方が強いんだ。じゃあ、参ったな。あとどこで手に入れるんだろう、やっぱちょっと防具を鍛えないうちはちょっとな。私こう見えて結構ゲームは慎重に言える方なんでね、割とロールプレイングゲームとかはね、ロックスポレベル上げるのめんどくさいんで、最短のあれでレベルでいきたいみたいな攻めていく方なんですけど、経験値上げとかね、もうそういう時間の無駄だと思ってるみたいの人なんでね。ただこういうゲームやっぱりね、負けるのはやっぱでも嫌なんで、その難しいとこで、あれかな、やっぱりダンジョンとかで手に入れるのかな。あついでに、そうだこっち来たから、倒れてる男いましたよね、あいつにも一応ちょっと、ちょうど今傷薬拾ったとこだから、あいつにちょっと
いつも解放してやって、うん、もうあいつこいつこれこれこれこいつも相当道のり遠いぞ。あ、ちょっと増えた、半分、やっと半分だこれで。こいつといい、あの正義感だけの男といい、もう傷薬がもういくつあっても足んねえよ。もう青目、まあでもここまで来たらせっかくなんでね、あの回復させてやりたいんでね、うん、こんなとこめったに来ないんで。ヒートキー、これ熱血弾とか使わないからな、正直。熱血弾興奮で。これとかあげよっか。うん。意外と熱血弾あげるとグーンと上がったりして。ヒートゲージ、元気になっていいんじゃねえか、あの、ユンケル的なもんだと思うんで、多分。うん。これ、熱血弾。さ、飲め。これ回復するんじゃね、一気に。結構どうだろう。ええ、なんか増えてないかったような。くそめんどっちいな、ほんとに。もうじゃあどうしようかな、もう。いや、こいつと話しかけと。くれたよ。おお、これこいつに会うたびにくれるんだ、嬉しいね。タダでくれるんだから、これいい回復アイテムですね、うん、よっしゃ。せっかくこっち来たから、あの擬音のなんかやり残してることもやっとくか。あの日記のどうのこうのね、ありましたよね、日記帳、ピンクの日記帳でしたっけ、うん。あれ奥さんのこれ終わったんだっけか、そういえば。はあ、あ、まだ終わってなかった。あら、色男さん、うん、あなたがくれたお大根とっても美味しかったわ。さすが大きな根っこと言われるお野菜よね。大きくて味わいがいがあったわ。もう大根以上のはないんだけど、多分朝鮮人参とかそういうちょっと変化球でくるんじゃないかな。あ、それよりも聞いてくださるね。実は出稼ぎに行ってる私の旦那がもうすぐ1年ぶりに帰ってくるらしいのよ。おお、そいつはよかったな。だからね、私また欲しくて欲しくてたまらないものができてしまったの。なんだかお分かり？なんだろうな。まあ多分だから大きくなってってるんだっていうのは間違いないけど、ごぼうとか、ごぼうってまだ出てきてないですよね。ごぼうとか多分朝鮮人参だと思うんですけど。どうだ？何が欲しいんだ？私が今欲しくてたまらないもの、それはね。あ、かぼちゃ。かぼちゃだよ。かぼちゃ？そう、おかぼちゃ。今度は旦那と一緒に楽しもうと思って、今欲しくて欲しくてたまらないのよ。旦那と一緒にカボチャを、私のためにあなたのおカボチャを一つ持ってきてくださらないかしら。カボチャなんかあったな、うん、うん、あ、渡そうだもん、うん、あ、おカボチャ、あら、色男さん、約束のおカボチャ持ってきてくれたのかしら。もう持ってたんだ、さっきもね。カボチャ渡す。カボチャが一つ欲しいんだってね。はい、うん、大きい、そしてこの重量感、すっごい。うん、なんだ、なんて立派なおかぼちゃなの。あなたって最高ね。はい、これお約束のお礼ですわ。お、すごい。この人すごいな。
これだけあれば旦那の大好物おかぼちゃの煮物いっぱい作れそうだわ。なに、え、煮物食うのか。やっぱり龍馬もなんかキュウリぐらいまではなんかねリアルな感じに、人参とかね、かぼちゃとなればなんだっていう。え、何言ってるの、野菜を食べるものでしょ。漬物に、おひたしに、味噌汁の具、今まであなたがくださったお野菜の数々、みんな美味しくお料理させていただいたわよ。私の旦那、1年ぶりに帰ってくるんだもの、腕によりをかけてお料理しないといけませんわ。それじゃあ私今から おかぼちゃの下ごしらえをしにお家に帰りますわ。今まで本当にありがとう、ひど男さん。お、あなたのおかげで寂しくなかったわ。おお、満タンになった。いろいろ言いたいことはあるが、何にせよよかったね。なんか味わいたいっていうとなんかね、日本語っていうのはね難しいですね。本当味わうっていうのはなんかいろんな意味がねあったりするもんでね、うん、捉え方によってね、うん、ましてやんない色っぽい奥さんが言うとね、うん、はい、じゃあピンクの日記帳でしたね。赤い日記帳ってことありましたよね昔ね。あーいーいつまでもって知ってます？知らないですかね。一蔵屋の日記だ。あのモームスのなんかあの派生ユニットみたいなでなんかありましたよね。赤色なんとかとかなんかそれでごまきが打てた。まあどうでもいいんですけどね。はい、一蔵屋の日記で誰かが触った形跡がある。日記の主が俺の返事を読んだみたいでね、頑張れみたいなことね。お返事ありがとう。まさか恋愛について助言までくれるなんて、この日記あなたが手に取ってくれて嬉しい。絶対男だと思うんだよなこれ。落ちね。ふう、喜んでいるようだね。そういえば恋愛について助言をしたんだったな。俺が書き込んだ返事は確か、お前は好きな相手の好きなもの嫌いなものちゃんと知っているのか。剣の戦いでもそうだが、敵がどういうやつか知っていれば相手の動きなどをある程度予測できる。勝負に勝つには大事なことだぞ、うんね、戦い方と恋愛をこう恋愛に当てはめてね言ったってことで、だったね。ん？俺の返事に対して何か新しい文章が書き込まれているぞ。何より龍馬も楽しみにしてんじゃない、交換日記みたいになっちゃって。あなたの返事を読んだ瞬間驚いちゃった。その通り、私相手のことそこまでよく知らなかったんだ。だからあなたの言う通り、まず相手の好きなもの嫌いなものを知るために所持品とか住んでいる家とかいろいろ調べてみたんだ。所持品なんか、うん、まあいいか。そしたら調べてる真っ最中に相手に見つかって大目玉、怒られちゃったよ。うわーん、こんなのってないよないよあ、じゃあ龍馬じゃなかったんだな、ね、その恋の相手は大目玉じゃ下を記憶ないですからね。こいつは何をやってるんだなんか目に浮かびますね。なんかね、あのバレバレの尾行を見せて、お前何やってんだみたいな感じでね、そういうことですかね。辛いよ、もうこんな状態我慢できないよ。よし、思い切って自分の気持ちを素直に告白してみようと思う。おお、唐突だな。なんか人の恋愛ほどうまいもんはないみたいなね。酒の魚にちょうどいいみたいな感じでね。告白が成功しても失敗しても私の悩みはなくなるわけだから、この交換日記もおしまい。少し気が早いけど、あなたとの交換日記楽しかったよ。今までありがとう。お、一方的に終わっちゃったよ。ちょっとこっちの返事書かなくていいの？